どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、実質、シャイニング松永提供デッキやっていきます。どういうことか、この間ですね、某月、某日都内某所デュエルナイトという、まあ、オフイベントが、大型のオフイベントがコナミさん主催のやつがありまして、でそこに私参加してきたんですけれども、まあ、よかったらね動画見ていただければわかるかなと思うんですが、そちらのデュエルリンクストーナメントっていうのがそのイベントの中で行われまして、で決勝戦、まあ、勝ち上がりましてね、私もゴリゴリの環境力使って、勝ち上がりまして、私と、シャイニング兄貴が戦うっていうトーナメントだったんですよ、決勝ので。決勝戦で、シャイニング兄貴が使っていた、デッキをなんだかこんな感じやろっていうことで、私組みました。はい、なので実質提供シャイニング松永デッキとなっております。やっぱり、ね、あの人ね構築力すげえ高いんですよ。遊戯王、趣味が遊戯王カードのノーマルカードの効果読むっていうことなんで、構築力すげえ高いんですけど、今回はですね、どういうデッキかっていうと、カオスデッキ。カオスっていう、デッキあるじゃないですか。遊戯王には。例えば、海白の、カオスソルジャー、海白の使者とか、あと、カオスエンペラーとかね。ああいう、闇と光が混ざってて、で、墓地から闇光除外すると特殊ができるとか、そういった、デッキ群。あれを活躍させつつ、あそこのギミックに、ブルーアイズ、映画版ブルーアイズのギミックをぶち込むっていう、ロマンにも溢れてるし、まあ、そこそこ強えっていう、そういうデッキですね。はい、でどうやって戦っていくかっていうと、カオスモンスターっていうのはデュエリンクスにそんなに実装されてないんですけども、例えば新パクで登場したライトパルサーとかね、これ光闇除外して特殊召喚できるし、墓地にいる場合は手札から光闇に捨てると特殊召喚できると、で破壊されるとレベル5以上の闇属性のモンスターを特殊召喚できるよという、まあ、これタイミング逃しがちなんで気をつけてください。で、これね、ダークフレア、これも強いんですよね。手札からドラゴン族、墓地を送ることによってデッキからドラゴン族を墓地に送りつつ、相手のか自分の墓地のカードを除外できるっていう、まあ、この相手の墓地のカードを除外できるっていうのもすげえ強いんだけど、まあ、単純にこの太鼓とか落とせるしね。で、あとカオスソーサーですね。これはまあ相手のフィールドのモンスターを除外できるっていう、こういったカオスモンスターと相性がいいのはやっぱり墓地肥やしギミックなんですよね。なんで例えば雷光ね、お父さんとか、芝刈りね、芝刈りスタートが一番やっぱ結局宇宙かな。芝刈りスタートできるとクソ宇宙。ほんで後のギミックはまあ基本的にブルーアイズギミックですね。ブルーアイズギミック、コスブレとか、まあ、ブルーアイズとか太鼓白石とか、あとこの白木エリーとかね、こういったモンスターが入っていて、で面白いのはやっぱそのエクリプスワイバーン、これOCG だともう禁止カードになっちゃったんですけど強すぎて、エクリプスワイバーンを墓地に送って、でこいつ墓地送られると、墓地落とされると、敵からドラゴンとか除外できて、でこれ除外されると除外しておいたドラゴンを回収できるよっていうことを持ってるんで、これで、例えばディープアイズを除外しておいて、サーチとか、まあ、単純にブルーアイズを除外しておいてサーチっていうのもできますね。この辺のモンスターで除外してっていうのが結構面白い動きになっていくわけですよ。であとはやっぱりね、耐久力が高い。結局その霊廟の守護者とか、このライトパルサーがいるんで、破壊された場合に闇属性特殊召喚できるよとか、パンデミックを、蘇生したりとかね。あとは単純にこのサンサーラとライトパルサーで無限肉壁みたいなこともできるし、なんかめちゃくちゃ強いんですよ。いろんなことができる。本当に。まあ、その辺の臨機応変に応じたね、戦い方がなんかこう要求されるようなデッキではあるんですけど、早速ね、このカオス、アイズ、ライト&ダークネス、実質キング松永提供デッキ、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、闇ギグ君よろしくお願いします。ユウキ、行くぞ、ユウキ。お、ナメプか、カイドロであるんだろうな。コスモブレインの効果発動、ブルーアイズホワイトドラゴンを捨て、コスモブレインを特殊召喚、そしてコスモブレイン、助けるドームをセットし、コスモブレインの効果発動。コスモブレインの効果によって助けるドームをリリースし、デッキより現れよブルーアイズホワイトドラゴン。これが究極にして最強のドラゴン、これが俺の切り札にして最強の勝負。あ、それブラックマジャンだこれが俺の誇り、俺の魂、貴様に見せてやる。そしてキル発動、オルタナティブ、俺はブルーアイズホワイトドラゴンをオルタナティブホワイトドラゴンに変身させるぜ。そしてオルタナティブホワイトドラゴンの効果発動、相手のフィールド上のモンスターを一体破壊する。
スクラップゴブリンいいだろう、そして俺は光属性闇属性のモンスターをゲームから除外しライトパルサードラゴンを特殊召喚。カイドロイドありますか。人掛け成功、人掛け2連打成功。対戦ありがとうございました。さあお相手のことは剣道小林さんよろしくお願いします。ステアリスタンバイ。剣コバさんじゃないですか。こうしてブルーアイズなっとくか一応。はい、でこうしてでブルーアイズなっといて、これダークレア出しってよかったんですね。でもまあいいか。こうしてでブルーアイズオルターンテーブルになっておきましょう。はっはっ。で相手の動きを見ると、まあ、ディープアイズあるんでね、死にゃしねえかなと思うんですけど多分。あ、オッケー、磁石オッケー、磁石でエレクトロマグネットウォーリアオッケー、エレクトロマグネットウォーリアオッケー、アルファ効果でバルキリオンじゃねえや、ベルセリオンサーチオッケー、ハーク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 オッケー。あ、セーフ、せなし、伏せなし、あ、でかい、強い、最強、強チーム的最強カード、隣の芝刈り発動、宇宙ムーブドレイ、エクリプスワイバーンオッケー、エクリプスワイバーンの効果でまあ、どっちでもいいんだけど、まあ、ブルーアイズでしょうか。ブルーアイズ除外していく。なるほどでございますな。何がいるんだ。あー、はい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 、なるほどでございますね。とりあえずこれいろいろできんだよな、これ無限にいろいろできんだよな。とりあえず破壊するわ。でですね、まずアルファを破壊しに行って、でアルファ効果でデルタ出てくるんだよ多分。デルタ出てきて、でデルタでベータ落とせ、ベータ落とせ、ベータ落とせ、ベータを落とせ、ベータ落とせ、ベータ落とせ、エレクトロマグネットウォーリアーベータ落とせ、ベータ落とせ、よーしよ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 し、いくぞ。俺は光墓地の光属性闇属性モンスターを1体ずつこのゲームから除外し、ダークフレアドラゴンを特殊召喚、そしてエクリプスワイバーンの効果発動。エクリプスワイバーンの効果によって除外されているブルーアイズホワイトドラゴンを手札に加え、そして俺はダークフレアドラゴンの効果ブルーアイズホワイトドラゴンと霊廟の守護者墓地の国てめえの墓地のカード1枚を除外させていただくぜ。ベルセリオン出せるもんなら出してみろよバトルだ、いけ、ダークフレアドラゴン、ダークフレアドライブそして太鼓の白石の効果発動、デッキより白き霊竜を特殊召喚。さあどうする、剣道小林さんよ、ベータは除外されてしまったな。ベルセリオンで除外することはもうできない。異次元からの埋葬はあるのか。埋葬は、お、バトルフェイズ、なんだ、ない、諦めたようだな。ダークフレアドラゴンの隠された効果強すぎる。あなた対戦ありがとうございました。さあお相手の方、あ、お、ハークシグナカーリー投げさんじゃないですか。おへそした、ベロが疲れた、ベロが疲れた、ベロが持ってかれる。なんかナメプですか。殺しますよあなた、そのことしてると殺しますよ6枚しか落ちねえ、デッキ多いな。ライトパルサドラゴンの効果、白切れると霊廟の守護者を墓地の送り、ライトパルサを特殊召喚。カードを1枚セット、バトル、ライトパルサドラゴンダイレクトアタック。おー、カイトロイドですかね。かんじゃ使う意味ねえな、単資料カイトロイドですか、何ですか、クリボールですか、ちょっと分かりませんね。さあナメプしてきているのか、果たしてカイトロイドがめちゃくちゃ手札にあるのか分かりませんが、まあ、なんだかんだこのなんかナメプしてるかと思ったらなんかカイトロイドに耐えられて返し殺されるっていうパターン結構ありますからね。これあるある、デュエルリンクスあるある、今の現状のデュエルリンクスあるある。なんかナメプ、おー、ナメプかよー、おいーってやって攻撃していったらなんかカイトロイドに2回防がれて返しプルガトリオされてぶち殺されるっていう、コンセントでこれがデュエルリンクスの、どうやら理解したようだな。これがデュエルリンクスだ。ライトロードハンター来航のリバーシ、ハンター来航さんの効果、お父さんの効果、お父さんの効果によってデッキトップを3枚墓地のフリー、相手のフィールド上のカードを1枚選んで破壊していく。エネミーコントローラー、なるほど、
やるな。ライトパルサーかな。はいはいはい、はい、なるほどですね。ああとフォーチュネティですね。はい、了解でございます。カイトロでいるから、ですね、カード破壊していくが、カード破壊するのどうしようかな。誰でもいいんだけどな。そうですね、これ雷光破壊まであります。けどね、雷光破壊まであるけど自身破壊っていうパターンやな。オッケーで、エクリプスワイバーン、オッケー。エクリプスワイバーンの効果によって、これはディープアイズでいいか。ディープアイズ、ホワイトドラゴンをこのゲームから除外していく。何が、まあブルーアイズ出てくるんだったらありがたいね。セットしといて終了しましょうか。で、太鼓の白石の効果発動。デッキよりブルーアイズ、ホワイトドラゴン、これが俺の切り札にして最強の勝負。ブルーアイズ、ホワイトドラゴン、首ぐるーんドーン、かっけー。カレーアイズの方もね、かっこいいですけど。よし、いいぜ、レビューの守護者がいるぜ。俺は墓地にまだ死にはしねえ。フューチャービジョンやるじゃねえか。これは今除外しても意味ねえのか。これは今ちょっと遅いな。このチェーンはちょっと遅いから無理だ。いいだろ、サーチ入れろ。なんだコーリングか。やっとコーリングとモンスター揃ったか。はっ、多分モンスターなんでしょうね、おそらく。あの手札、多分コーリング、フォーチュンレディモンスター2体に変えておるみたいな感じの手札かと思われますと俺は予想する。あ、オッケー。そこオッケーで、パスティオッケー、パスティ吐くで、コーリングオッケー、コーリングパスティじゃねえ、ライティだ、ライティからのコーリングパスティ吐く、パスティタイムパッセージまで了承。オッケー。あとは、エバリーの処理をどうするかだな。エバリーの処理をどうするか。まあ、処理したターンに殺せばいいから。あと1500でしょ。で、1500やから、あ、え？どういうこと？フューチャービジョン。え？下手くそか？え？タイムパッセージ打ってからじゃね？それ、タイムパッセージ打ってから下げるっていうパターンじゃないの？そんな墓地のギミックそんなに除外して大丈夫？大丈夫かな。俺の動画見てくれよ、フォーチュンレディの回し方頼む。その墓地ちょっと減るじゃん、それ1枚。それちょっとね、でも伊達開けたいのかな、もしかしたら。エバリーでこれ出してきて、エバリーにタイムパッセージ打ちたいのか。なるほどな、そういうことか。それは逆にうまいぞ、それは逆にうまい。違うんかーい違うんかい。どういうこと、どういう状態？そうですね。最強すぎる。エクリプスバイバーンと、なんだ見えこれだ。コスモレインを除外し、手札よりカオスソサラを特殊召喚。そしてエクリプスバイバーンの効果発動、除外されているドラゴン族モンスター一体を回収。そしてカオスソサラの効果、相手のフィールド上のモンスター一体をゲームから除外していく。フューチャービジョンいいだろう。スキル発動、オルタナティブ、シャオラーシャオラーと、バトルフェーズ入ります。バトルフェーズ一応入っとき、あ、回収できるのか。一応回収するか。回収して、これ霊廟するか。霊廟して、これだからカオスソーサラー今殴れないから、カオスソーサラーを殴れないからリリースして、こうしてさあ回していく。白くネイルの効果、相手のフィールド上の魔法トラップカード1枚をゲームから除外していく。除外するのはな、お前だけじゃないんだよ、除外できるのは。そしてライトパルサードラゴンの効果も発動していくか。これで3体殴れるな。カイテロイドが2枚なかったらあいつ死ぬぞ。いくぜ、バトル、回れ回れ。カイテロイド投げるもんなら投げてみなげれ。2枚なかったら死ぬけどな。クリボー、何クリボー、なぜクリボー。はっ、対戦ありがとうございました。カイトロイド取れよ。さあ、お相手の方、勇気、いくぞ勇気。対戦よろしくお願いします。スペルさん、バランス、トラミットかな。とりあえず宇宙しまーす。スーパー宇宙ムーブ発動は、ブルル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 ル
なるほど、龍一ですね。光闇除外して大丈夫そうやな。雷光さんもいらない。お父さんとコスブレ除外してダークレアドラゴン召喚、そしてダークレアドラゴンの効果発動。手札のブルーアイズを墓地の送り。霊廟いなかったんだよね、多分。霊廟いなかった、霊廟落とすか。霊廟を落としといて、で、墓地のなんか適当になんか何でもいいや、これで除外していく。OK! で、太鼓いっぱいいるから、で、ターン終了して、太鼓の白石の効果発動。太鼓の白石の効果によって、デッキより、白木レディを特殊召喚していく。ちょっと白木レディしかいねえっていうか、デッキに、落としすぎた。ちょっとやばいか。落としすぎ問題はちょっと発生するんじゃない、若干、芝刈りって。落としすぎてなんか、デッキが、やばい嘘、ちょっと待って、これやばくない、これ、これいくつなんの。クソ笑った、ちょっとやめろよ、ふざけなんだよこれ、ふざけんなよ、周回ですか、周回してます、キュッ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 ダメージオーバーになってます、